天理スタミナラーメン天理スタミナラーメンは、有限会社な会が提供する、ラーメン、および同社が運営する、ラーメンチェーン店名。奈良県天理市のご当地ラーメンとなっている、天理ラーメンの一つである。略称は、天スタ。奈良県内のラーメン店、定食店では、スタミナラーメンをメニューに加えている店が多い。天理スタミナラーメンは、 奈良県内に2014年時点で11店舗を展開しており、県内では最も多いチェーン店である。なお、県内2位のチェーン店は、綾香であり、7店舗。天理スタミナラーメンも綾香も、屋台を発祥としている。スタミナラーメンの元祖は、綾香であるとも言われている。しかし、1999年に有限会社な会が、天理スタミナラーメンを呼び、 テンスタの商標登録を申請し、翌2000年にはこれが登録されたため、他店ではスタミナラーメンの名称を使用できなくなったと言われている。チェーン店としての天理スタミナラーメンはバンコクにも出店している。東京にも1店舗出店したが、東京のドンキホーテ新宿店は藤原光弘がオーナーを務めていた。2016年8月29日閉店。豚肉。 白菜、ニラなどの具材を、ニンニクや豆板醤を用いてピリ辛に炒める。豚骨、または鶏ガラベースの醤油味のスープのラーメン肉として、前述の炒めた具材を入れる。ありがとうございます。